こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。私は東京都港区でスタジオを持ち、中からキレイになる活動をしております。具体的には料理教室、お菓子の製造販売、ワイン会、ケータリングなど、食を通じて中からキレイになる活動およびこのような YouTube の発信をしております。今日のお題は波動が高い成功者の特徴ということでお伝えいたします。私は仕事でいわゆる成功者、まあお金持ちというんでしょうか、そういう人たちのご飯を作らせていただいたことが今までにあります。そういう方たちと触れ合うことで感じた波動が高い成功者の特徴というのを今日は4つお伝えしたいと思います。波動が高い成功者の特徴、1つ目朝方であるということ、2つ目見た目がピュアであるということ、3つ目悪口を言わないということ、4つ目ぶっ飛んでいるということ、以上4点お伝えしたいと思います。1つ目、朝方であるということ。これ成功者の方でも夜方の方もたまにいらっしゃるんですけれども、総じて朝方、しかもものすごい朝方の方っていうのが多いなという印象でしたのでお伝えします。朝のうちにいろんなことを済ませてしまうという方が多いという印象でした。まあ、私も偶然にも朝方なので、この部分については自分でも良かったなと思っていて、やっぱり朝方だといろいろ効率がいいことが多いので、私もこれは実感しているところでもあるかなと思います。私の場合ですね、やっぱり季節によって、夏は4時とかに起きられるんですけど、冬はちょっと寒くて2時間ぐらい遅くなってしまうというところがちょっと難点なんですけど、やっぱり暗くて寒いと起きにくくてですね、ちょっと5時には起きたいなと思ってるんですけど、なかなか最近5時半6時ぐらいになってしまうというところですね。2つ目、見た目がピュアということです。見た目だけではなくて中身もピュアだからこそ内面が外見にも出ているということだと思うんですけれども、ポイントとして目ですね。目がすごく綺麗なんですね。なんか子供のような目をしている方が多いなっていう印象です。それから見た目が若いんですよ。お金をかけていろんなことを施しているから若いというのではなくて、男女ともになんですけれども、とても若い方が、もちろんそういうことでお金をかけている方も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、そういうことではない若さっていうのがあると思うんですね。はつらつとしていて若い印象、年齢よりかなり若く見えるという印象の方が多いかなと思います。3つ目、悪口を言わないということです。どの方にも共通して言えることなんですけれども、他の人、自分の身内、いろんな人の悪口を言わない方が多いと思うんですね。本当に言わないです。とても気持ちがいいですし、接していて心地がいいと言いますか、これは割と多くの人に共通しているポイントかなと思います。そしていつも穏やかな方が多いかなと思います。ポジショントークというのが一切ないんですね。自分はこんだけ偉いんだとか、そういうことをこう言ってくる感じが一切ないですね。私もあえてあまり詳しく聞いたりとかしないことが多いんですけれども、そういうことを一切してこない方がほとんどで、たわいもない話を普通の人とも楽しくできるっていうところがすごく素敵なところかなと思います。4つ目、ぶっ飛んでいる。いい意味でなんですけれども、男女ともにですね、っていうぐらいぶっ飛んでるんですよ。私ぶっ飛んでる人が好きで、そういう人のお話を聞くのが大好きなので、つい聞いてしまうんですけれども、成功しているからには一般の人とは違 う価値観とか常識とかお持ちで、だからこそ活躍されているっていう方が多いんですけれども、爽やかにぶっ飛んでるっていう印象なんですね。私が今まで接した方々っていうのがそういう印象があったので、これをお伝えさせていただきます。今日のまとめです。波動の高い成功者の特徴、お伝えしたいポイントは4つでした。1つ目朝方である、2つ目、見た目がピュアである、中身もピュアである、3つ目、悪口言わない、4つ目、ぶっ飛んでいる。以上4点お伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。そういう方と接したことのある方はこれ思い当たる節あるのではないかと思います。そういう方たちって本当に少年少女のような心をずっと持ち続けてる方が多いと思うんですよ。なのでお話聞いててもとても楽しいですし、こちらもすごくフレッシュな気分というか気持ちがいいんですね。なので相手を心地よくさせる
ことに長けている人たちで、できればあやかりたいということでですね、今日皆様にもシェアしたくてお伝えいたしました。今日の総まとめです。素敵な人の良いところを素直に見習って中切れになれれば嬉しいですね。これは私も自分に言い聞かせたいと思います。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。